はい、皆さん、こんにちは、リクトです。さあ、今回はですね、毎週やらせます。こちらは作品、無職転生の感想動画撮っていきたいと思います。ということで、今回は、第2期2クール目、8話、通算して2期20話目ですね。こちらの正直すぎる感想、一切忖度ない感想を、いつもしましょう、ではありで話していきたいと思います。今回は、迷宮入りというね、サブタイトルになっておりますけれども、ぶっちゃけどうだったのかという、僕自身アニメーターということでね、見させていただいておりますけれども、まあ、いつもよりね、この正直すぎる感想ですね、まずネタバレなしで結論から入っていきたいと思いますというところなんですけれども、無償転生に関してね、毎週同時賞もやらせていただいてるんですが、まあ、前回もですね、いよいよまあ、新章、転移迷宮編、開幕ということで、僕もね、非常に楽しみに、まあ、ラストは泣くぞみたいな話もね、聞いてました。非常に楽しみにしてた中で、まあ、前回ね、結構原作カットもあったっていう話です。まあでも、まあ、この辺のね、序盤のカットみたいな結構ある話だし、まあ、アニメ的にも僕としてもすごいテンポもよくね、面白かったなと思いながら、だったんですけれども、まあ、今回も原作カットがあったと、ね、今回も原作カットが大量にあった中で、結構重要なシーンというか、このシーン好きだったみたいなのがかなりカットされたっていうことで、まあ、実はね、昨日の同時視聴は結構荒れ模様でした。で、ちょっとアンケート試しに取ってみたんですけども、原作でとアニメーターの人どんぐらいに同時視聴来てくれはってること割合どうなのかなと思って、まあ、同時視聴は常に100人超えてるような、形で、日曜の深夜にしてね、これはやっぱそんだけ人気だし、まあ、やっぱ原作ファンの方の熱量非常に高い作品だなってずっとね、思ったんですけども、結果はなんと、8人くらいでな、8人か7さんの原作というのが多いということで、まあそれはね、やっぱこの不満意見もね、まあ、目立ったのかなという感じだったんですけれども、まあアニメ勢的には面白かったみたいな意見もね、結構多かった。ね、だから結構原作でとアニメ勢でも意見が変わってたような感じがしたんですけど、僕はどうだったかというところね、ネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思いますということで、今回無職転生2期2クール目、20話、迷宮入り、見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論しましては、正直ですね。マジで、展開早すぎてビビりました。と言いながらも面白かったですね。やっぱ、まあ特にやっぱラストね、見せ場もあって、まあ、ただやっぱそのラスト、のこの引きにするがためにちょっと強引に持ってったというかね、半ばね。ちょっとやっぱさすがに、これカットしてんなってやっぱわかる。まあ、前回とかだったら正直原作カットありましたって言われても、どこカットしたんだろうぐらいだったんですけど、今回はまあカットしただろうなっていうぐらいやっぱテンポ感としては早くて、まあただ、そもそもラノベ原作のアニメっていうのは基本的に原作カットはね、あるもので、まあ、無職よりも早くテンポ、早いテンポでやる作品なんていくらでもあるので、まあ、そういう意味ではね、僕はまあアニメで、一アニメとしてはそんなに違和感を持つほどでなかったんですけど、でも早かったですね。無職にしてはすごい早かったし、まあ、結構意見としてあったのは、よくある形になっちゃったみたいな。まあ、よくある作品。やっぱ無職としての面白さが出てない。まあ、僕って正直やっぱカタルシスが感じられないっていうことはちょっとね、感じきれないっていうところかな。やっぱ思ってて、ちょっとあまりに、まあ、すんなり行き過ぎたところもあるし、ちょっと、できすぎというか、結構予想できましたよね、今回はね。結構無職転生っていつもね、なんか予想外のところからいろんなものが降りかかってくる印象があるんですけど、割とね、今回予想通りだったのもありながら。まあ、ただね、ちょっといろいろね、事前に、まあちょっとあんまりネタバレになっちゃうから、もうあれですけれども、まあちょっと僕もね、あ、こうなるだろうな、みたいな、こうなるのでこうだろうって分かってる部分も実はあったので、別にアニメ勢なんで分かる、アニメ勢で分かることだと思うんですけど、ねえ、っていうとこで、まあ、面白くはあったんですけれども、やっぱもう一歩ね、無職転生だったらもう一歩面白さ欲しかったなっていうのは正直あったかなと、いうところですが、ただ今回カットされた部分っていうのは、次回の冒頭でまたね、巻き返して、ね、もう振り返ってやる可能性は全然ありますから、そこはちょっと次回見てみないと判断できないのかなっていうのと、あとやっぱ今回飛ばしたからこそ、こっからじっくりできると思うんですよね。で、まあ、この後半ものすごく面白いっていうような聞いてますんで、やっぱそのじっくりやることによって後半がね、その部分めちゃくちゃ面白くなるんであれば、それはそれで、そのアニメの構成としてね、僕はやっぱ今回の回を別に飛ばしながらやるっていうのは全然ありだと思うので、ただその今回の回単体のやっぱインボが正直薄まっちゃいますね、どうしても弱まっちゃうのは。あるんですけれども、ここからその分ね、面白くなる、僕を号泣してさせてくれるようなね、話が来るんであれば、バンバンザイだと思いますね。ちょっとひとまずちょっと次回はとりあえず楽しみに、次回以降楽しみに待ちたいなと、この構成が正しかったのか、このカット正しかったのかっていうのは、やっぱ最後まで見た時に分かるのかなっていうのは僕は、思ってるという感じし、今回ね、すごいショック受けられた原作ファンの方も多かったんですけれども、まあ、とりあえず次回ね、ちょっと冒頭楽しみに、ね、見ていきたいなという感じですし、まあ後半その分ね、やっぱ、まあ前回今回飛ばした分じっくりやってくれるんじゃないかな。まあそもそも転移迷宮編って言ってて、まあちょっと元々の前提のね頭の中で思ってたことが違ったのは正直あったんですけれども、6話で終わるわけないよみたいな思ってて、僕元々最初始まった時にね、なんか、
何話ぐらい終わるんですかねみたいな、普通に3期の部分に差し掛かると思ってたんで、3期めっちゃ面白いって聞いてましたから、そこに差し掛かると思ったら今回で終わるって話を聞いて、まあ、残りね、多分4話とかなんですけれども、ただ今のテンポで言ったらあと2話ぐらいで終わりそうっていうぐらいなので、もうこれ4話でねうまく多分やってくれると思うんですけど、やっぱすごい楽しみにしたいし、まあ、作画に関してもですねやっぱいいですよね。まあ、やっぱ一気の作画見たいっていう意見も多いですけど、まあ、今のところはまだまだね、まあ、余力は残してるのかなと思ってるもんですので、まあ、戦闘シーン自体短いのでね。まあ、ちょっとやっぱどうしても、前回、今回、ちょっとダイジェスト感はね、正直強かった。まあ、再現時間もちろん早かったんですけれども、ちょっと、無職らしからの感じはしてたっていうのと、まあ、ここ最近やっぱ2期に入ってから、特にやっぱ、会話で見せるっていうのが非常に、多かったので、そういう意味ではね、ちょっとバトル展開、まあ慣れきってないとこもあるのかなとは思いながらですね、ちょっとここですね、無職らしさみたいなところ、やっぱこの異世界行ったら本気出すと、まあ一筋縄にいかない、その中でやっぱ予想だにしない話が展開されていく、そして主人公とか他のいろんなキャラの成長が感じられて無職展開だと思ってますんで、やっぱそこはね、ここから楽しみに大いにしていきたいなと思ってます。まああとやっぱ家族の良さ非常に強いんでね、まあ、そこもね、楽しみだと思ってます。はーい、ということでね。まず次回もひとまず期待ということですけれども、ちょっと今回はね、僕まあ、面白かったは面白かったですけども、ちょっとね、やっぱ、物足りなさの時あった、物足りなさというか、もっとこれ面白くできたよね。ちょっとさすがにね、強引に持ってきすぎたから、ちょっとそこまでやんなくてもね、そこまで頑張ってやんなくても、よかったんじゃないのとは思ったという感じでございました。はい。ということでね、まあ、無職転生ね、でも、僕も同時視聴とか感想いろいろやってますけど、こんな厳しい意見が出たの初めてかもしれないですね。そんぐらい。まあ、2期の序盤とかはね、すごいもともと意見が出て、まあ、それはそもそも原作のね、評判的な部分でも多分厳しかったとこもあったので、と思ってましたけれども、まあ、それ以来っていうかね、まあ、でも一番ぐらいかもしれないですね。まあ、原作カットっていうのは、やっぱ原作勢からしたら、一番ね、基本的にそれ、よっぽどどうでもいいシーンじゃない限り嬉しくないですから、まあ、ね、変な兄よりと、ね、原作カットは基本的に原作勢が嫌いますし、僕もね、も嫌いですから、ね、そういう意味ではね、やっぱ今回アニメだと原作で見え方は違ったとは思いますけどね、ただ間違いなく飛ばしてたなってただやっぱラストでね、あ、大興奮して大歓喜したという感じでございました。はい、ということで、ダムラッシュの感想言いましたね。ここはね、バリの感想入っていきたいと思います。そういえばね、オープニングね、やばいね。僕が僕のままでいれ、オンザフロントラインね、激ハマりしてます。はい、まあ、エンディングもちろん、エンディングはもともとめっちゃいいんですけどね、オープニングもやっぱ迷宮にめっちゃ合ってますね。まあ、元々から合うって話聞いてますけど、これめっちゃ合ってるなという、非常にそこをね、引き続き楽しみでございます。ということで、これでバリの感想入ってきますね。ご注意くださいというところで、まあ、ネタバレの感想として、まあ、ネタバレの間違いご注意くださいね。ここまで見ていただいてからここは見てきます。もう重大なネタバレ含みます。はい、ということで、ネタバレの感想としてはですね、神降臨来たロクシー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 ということでね、ロクシー教の私としても大歓喜ということで、まあ、ただ、ちょっとやっぱ、強引でしたらね、別になんかロクシー師匠が危ないピンチですの日で終わってよかったと僕は思うんですけれども、そっからもうリュウデスがもうぶち破ってきてね、2期の、1期の13話とかな、まあ、ロクシーが理想の男性像みたいなね、どんな出会いをしてみたいなこと言うときは、それにぴったりの、ね、リュウデスが現れて、ポンとね、まあ、お漏らしもしながら、まあ、そこはやっぱ無職転生なんですけれども、まあ、ロクシーは完全にもうメインヒロインみたいになっていくっていうところで、まあ、最高でしたね。最高でしたけれども、やっぱ、ここはやっぱ正直もうちょっとじっくりやるべきだったなとは思って、まあ、今回の冒頭でロクシー師匠もしかしたら死んじゃってるかもしれないと、ね、天意魔王陣で転移してしまったっていうことで、これ、なんか、オープニング映像で見てるから、ロクシー師匠は無事なんだろうけれども、大丈夫なのかとやっぱ思ってたわけなんですよね。と思ったら、今回ラストでもうすぐ助かるっていうことで、ちょっと、さすがにこの1話ぐらい置いた方がよかったんじゃないのってやっぱ思ってるので、そういう意味でやっぱ、今回正直ロクシーピンチで引き出て全然良かったと思うんですよ。だから変にこう助けてメインヒロインから出したことによって、逆にカタルシスが薄れたなっていうのは正直あったなっていう、思いますけど、ただね、やっぱでも、可愛いんですね、ロクシー師匠ね。なんで、なんか原作だともっとそのロクシーの絶望パーツやばかった、でも本当絶対絶命っていうのはもっとなかったっていうのは聞いてるんですけれども、まあ、ただやっぱその、アニメで見た時もやっぱ正直もうルーデス来るやろうって分かりきってる正直描写だったので、ちょっとなんか、あからさますぎた感じがしてましたね、これに関しては。まあ、ロクシーなんか、ルーデスが気合がしますって言ってて、でロクシー師匠、まあ、あそこやっぱあそこで引きでよかったなと思いますけどね。で、まあ次回の冒頭からもやって助けに入るっていう最初から。まあ今回多分ロクシー師匠ね、そこを引きにしたかったのは間違いないと思う。だからこそ飛ばしたなと思うんですけれども、まあ次回ちょっとそこをね、なんかルーデスのちょっと名言っぽいのも聞いたんで、ちょっと原作人の方から。まあ次回ちょっとそこをね、うまく盛り込んで、まあまた振り返りルーデス視点みたいな感じで、ロクシー救出やってほしいなっていうのは思って
ていると、うん、まあただやっぱちょっと早すぎましたね、そこに関してはね。まあ、いくらね指揮もらった指揮でね、まあ、攻略本みたいなのがあるからといって、まあサクサク攻略していくのは分かりますけれども、6地救出までがね、うん、ここまで早いのは、まあ、6地と再会できたのは非常に嬉しく、ちょっと複雑な気分ではあるんですけどもね、ちょっとやっぱどうしてもその感動っていうのはちょっと薄れた感じは、うん、したなっていう。まあこれやっぱオープニングネタバレの影響もあるわけなんですけど、まあどうやって、じゃあどうやって作るかっていうのもあるんで難しいんですけどね。はい。っていうのはまあ、でも結構2期に関してはね、オープニングネタバレで苦しんでるというか、ちょっと面白さが半減してる感は正直ありますね。うん、ターニングポイントもそうだし、ターニングポイントもベガリッタ陸ね、パウロたちで合流するんやろって分かりきってたし、ロキシシとも生きてるんだろうっていうのは分かりきってたんで、ね、そういう意味で全員どうなるんだっていうのはありますけれども、っていう感じですね。まあでも展開、とにかく展開早かったですね。まあでも、ロクシー師匠はもう今回メインヒロインだなっていうのはもう目に見えて。で、まあ、ロクシー師匠もっと久しぶり、一気の2倍ぐらいですか、本当にあのね、2人で会ったなっていう感じだったんですけどね。はい。僕の成長したルーデスに。で、13見返したら、もうその時もルーデスめちゃちっちゃくてさ、なんかもう感動しちゃったね。こんなにたくましく育ってみたいな。で、ルーデスもやっぱ本当にいいキャラに、ね、なりましたからね。そういう意味でもやっぱここの再会して何を話すかみたいなのが、まず次回も楽しみですしね。はい。やっぱまあ、あの、神の匂いに釣られたのか、まあね、やっぱまあ、そもそもあんな激しく戦ってたから気づいたのがあれですけど、まあ、それ次回また明らかになるかもしれません。はい。で、まあ、あの、今回ね、まあ、パウロとかリーラとか、エイネリーズさんとかね、まあ、この、それぞれのルディとの絡みとかっていうのは非常に面白くて、まあ、パウロと、意外とね、エイネリーズさん早くすぐ和解するんやな、和解っていうか仲直り、仲直りとまだ言わない、許すんやな、みたいなとこもあった。リーラのね、あの、ちょっと、あのね、パウロの話が面白かった。ちょっと無職っぽさもしっかり出しながらですね。で、なんかパウロがね、ルーデスの前で格好つけようとして前線出ちゃってみたいな。まあ話、ちょっと、パウロのやっぱ最初すごいしょんぼりするんじゃないですか、彼もね。なんで、最初大丈夫か、パウロっていうところから、しっかりこう、なんかいつものパウロらしさと、やっぱちょっと変わった部分っていうのは見せながらね、うまくやってくれたなって思ってますし、もう攻略もね、非常にスムーズに。まあちょっとね、まあ早かったのはあったんですけど、まあでもこの辺飛ばしてもね、わかるかなというのは思って、まあ個人的にはやっぱその、ロクシー救出が早かったなっていうところで、まあ別に道中とはもっと原作があるみたいなんですけど、まあそこに関してはそんなに僕はね、別に原作読んでない身としては違和感は特に感じなかったなという感じでしたね。まあ、でも本当に最初メジでパウロがやつれてね、すごい心配でってし、まあなんかこう前日もね救出できない、ロクシー一生も失ったっていう話だったわけなんですけども、まあ下に元気を持っててね、非常に良かったし、本当ね知らぬ間にね、エレナリーさんとの親族になってるみたいな話もありましたけれどもね、まあ本当息子にいつも息子はいつも結婚しててね、でまあ子供までね、できるんだっていう話でね。まあ、非常に嬉しいですね。親として間違いなく嬉しいだろうっていうね、話だったわけなんですけど、まあ、そこの絡みとかも非常にね、良かったし、なんかやっぱ感動してましたよね。こう、久しぶりに再会っていうところの中で、なんか親子の会話っていうところで、リーダーとかのあの話もなんか、すごいさ、なんかちょっと、正直その、なんかめちゃ感動的な話じゃないかもしれないんだけども、なんかほんと、お互いの成長とか、なんかルーデスの変化とかを感じ取れる、この会話っていうのがやっぱものすごくなんか、ある種やっぱね、この視聴者としてっていうのが、なんか、ルーデスのやっぱ親みたいな感じで見てるのかもしれないですね。なんかそこの、なんかちょっと感動的、うるっときちゃいましたね、この辺のシーンもね。はーい、っていう感じでしたね。でもパウロかっけえと思ってからエリーさんにすぐ叱られるの笑いましたね、これ。はーい、っていうところで。まあ、ロキシー師匠とも合流無事できたということでね。まあ、そこはやっぱ非常に嬉しかったなというのは思いましたしね。バトルシーンも、まあ、もちろん良かったんですけど、まあ、もっともっとすごいバトルシーン見れるんじゃないかなとはね、思ってるという感じでしたね。まあ、でも早かったですね、展開ね。だってもうパウロと合流するのめっちゃ早いしね。ちょっとこの辺の展開が鬼のように早かったなっていうのはね、びっくりしましたけど、まあ、ちょっとよくある感じになったのは正直あったなとは思いますよね。まあ、だってロクシー師匠のピンチでルーデス来るだろうと、もうこれ目に見えてたし、まあ、攻略、まあ、今回そんなにね、やっぱ攻略って言っても、そのあっさり攻略するとこなんで、まあ、盛り上がり的には次回行こうかな。そこに期待したいなと思いますし、まあ、さっき言ったみたいに、やっぱルーデス視点のね、まあ、ロクシー師匠っていうのを次回ね、ぜひ、ズボードで見たいなというふうに思ってます。はーい。で、まあ、天意迷宮編で、まあ、ここには、やっぱ、非常に駆け足でやってて、まあ、原作の、まあ、内容量的には、やっぱ、ここからじっくりできるだろうって話もあるんですけれども、まあ、きっとそこにね、向けて、早くやったんじゃないかなって、まあ、今回ここ、引きに持ってきたかったのもあると思いますけどもね。ということで、まあ、ちょっと非常にね、やっぱ気になりますし、やっぱ楽しみな、パートですので、はい。まあ、ちょっとね、こっから、まあ、原作勢の方の評判ももちろん上がると嬉しいですし、まあ、アニメ勢としてはね、目に物見せてほしいなと、号泣させてほしいなっていうのは、やっぱすごいね、思ってますし、まあ、ロキシシはめちゃくちゃ可愛いんでね、まずルーデスの絡み一緒に楽しみで、ございます。ルーデス惚れちまったね、きっとね。どうなるのか、非常に楽しみでございます。はい。まあ、でもね、ほんとこの、ね、だってそう、惚れたと思ったら既婚者なわけですから、どうなっちゃうのかっていう。あ、全員ですね。無事だといいですけど、なんかめっちゃやばそうですよね。だって6年間、なんか、迷宮で見た、みたいな、なんか、よくあるパターンだとね、なんか全員がなんか変な風に変形しちゃってるみたいなね。なんかと、ねえ、とかなんか、まあ、囚われてる人は長すぎる感じもしますけどね。どうなるのか。非常に楽しみでございます。
ますということで、今回ね、動画は以上。皆さんね、感想、また原作の方は補足とあったらどんどんね、コメントお待ちしてます。引き続きですね、この無職転生感想動画並びに同時視聴毎週、やっていきますんで、ぜひこの機に、チャンネル登録、これ楽しみますので嬉しいです。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。